はい、というわけで、今回はですね、こちらのね、ファスカをね、使っていきたいと思います。まあもうファスカといったら、まあ1年半ぐらい前ですかね。まあ最強リーダーとして君臨していたキャラなんですけど、まあちょっとね、今回はまあそんなね、このファスカを使って、ちょっと裏マロにね、行ってみたいと思います。はい。まあただファスカでね、裏マロに行こうと思ったら、やっぱり相方がね、大事ですよね。うん。やっぱファスカね、76リーダーなんで、まあ相方次第でやっぱりもうパーティーのねやっぱ中身というか内容ガラッと変わってくると思うんで、でそんなねまあ今回のねファスカの相方として僕はこのキャラをね使います。というわけでシーウルフです。まあもう大体予想つきますよね。もうまあやっぱりさ今のね光属性まあ最強リーダーつったらやっぱデイトナでしょ。まあダリアとかもいるけどね、ちょっとあっちは十字なんで、まあ、ちょっと特殊な感じはするんですけど、やっぱデイトナじゃないですか、やっぱり今は。さあ、このキャラなんですけど、まあもう光4ゲージだけでいいという、もう非常に使いやすいリーダーで、しかもね、攻撃タイプなんで、まあファスカの相方としてもね、使えるという感じになっております。というわけで、まあこれでね、ちょっと行ってみたいと思います。じゃあまずファスカに、ファーガン武器ですね。でマーベルに、豊臣秀吉の武器です。そして、トールに、エリカ武器んで、ガウリーに伏黒で銀千代に、雪の下ですかこれ、うん、雪の下ですね。で相方が、ダリアの武器です。いやちょっと勝てるかな分からんけど、でも結構ね割と俺の中ではいい感じのパーティーが組めたと思うんですけどね。まあただね、ファスカのね、やっぱ怖いところって、やっぱりもう1年半前のね、リーダーですから。うん。そう、これね、HP 1.5 倍に 25% 軽減しかないんですよ。これね、かなりやばいんですよね、本当に。なんで、まあ、オーガとかね、奇跡の大ダメージは、もう銀杖のね、スキルで受けていきます。で、今、ここで、ファスカと、今、トール使いました。まあ、ちょっとカーバンクル何体か殴っとくか。そう 1.5 倍にさ 25% 軽減しかないからね、相当難しい。ただまあその分ね回復力がねすごい高いんで、殴り合いはねすごいしやすいと思います。じゃあマーベル変身させます。ちょっとここでねまあなるべくいい感じにスキルをね、貯めたいところなんですけど、ちょっとうまくいくかな。そう、一応ね、デイトの変身前も光4ゲージで半減はね、貼れるんで、はい。まあ、こんな感じでね、しっかり受けていけると思います。うん、ただちょっとさすがに結構痛いから、ちょっと何体か倒そう。オッケー、じゃあまあデイトナ溜まったんでまあ変身させますか。まあとりあえずこの形態にしておけばまあある程度は戦えると思うんで、まあとはいってもなんか結構あれだな、スキルダメしやすそうだからちょっとスキルダメしたいな。いやーやっぱファスカの回復4倍がでかいね。もう序盤でもね、序盤おい突破しちゃったか。まあいっか。まあこの状態でも多分まあ戦えるでしょう、わからんけど。さてここはちょっとどうしよっか。うん、ファスカでいいかなここまず。まあワルリンはね闇作ってくれるんでむしろありがたい存在ですね。オッケー、じゃあまあこんな感じでね、もう殴っときゃいいですね。まあとにかくね、もうデイトナの火力がすごいから、ね、ツーウェイはもうとにかく、デイトナのね、火力にもう任せれば、もう大丈夫だと思うんで、この辺は。オッケー、しっかり耐えられてはいるけど、これね、回復が欠損してるってことは、これワンチャン次の、
回の先制で死ぬくないこれ。あーでもドラゴンフラワーの HP が残ってるから大丈夫か。あそうだね、じゃあここはもう普通にあれか殴ればいいか。あよかったよかった、うん、今ね調べてみたらね普通にあの先制で死んでましたね。このまま突破してたら危ない危ない。オッケーオッケーオッケー、じゃあまあここはとりあえずじゃあこれでドラゴンフラワー以外倒しておけばオッケーですね。はい、まあちょっとせっかくならドラゴンフラワーでスキルダメする。あーすごい、もう火力とんでもないなこれ。この状態でもね全然ちゃんと戦えるじゃないですか。オッケー、じゃあここもねしっかりしっかり 2way 組んでやっていきましょうか。もうまあこの辺のね雑魚キャラはもうデイトナの火力でねもう無双しておけば OK ですね。はい、さあデイト溜まったんで変身させます。いやルーレットは今回対策してないんでちょっとこれはだるいっすね。まあでも大丈夫か、76だし、うん、デイトナだしね、もう光4消しだけでいいもん。パスカもね8コンボ軽減だけど、もうデイトナがね4コンボ加算あるんで、まあもう適当にコンボしとけばねもうね勝手に軽減も張れるし、もう回復力もね33万、もう過剰ですわこんな、うん、こんなの死なないよ、よほどのことがない限り。そう受けられるねダメージ量こそ少ないけど、そう敵のダメージがねその範囲内だったらもう負けないからこのパーティー基本的に。あのね一応ねボスのジルのねまあ通常攻撃とかいうかまあ通常行動のね最大ダメージがだいたい40万ぐらいなんですけど、一応それをねまあギリ耐えられるようにまあ調整はしてます。はい、でさここなんですけど、まあここねまずねファスカねこうバインドね食らっちゃうんですけど、まあ、今回ねガウリーにねこの伏黒の武器これがねバインド回復あるんで、ここ回復のねあれ組みます、回復の列組みます。もう下手くそだね本当に。今覚醒無効食らってたのになんで俺行こうとしたんだ、それがそもそもアホじゃないか。まあ、ちょっと落ち着いてね、まあ、やっていきましょう。さあこれでしっかりねバインド回復できるんで、まあやっておけば OK ですね。さあちょっともうこの辺で銀杖使っときますか。これ一応3ターン激減張れるんで、まあこれでちょっと回復の列やりつつ、そうここね落ち込んでね光が降ってきてリーダースキル発動する可能性あるんですけど、まあそうなってもいいようにね3ターンの激減なんで今回。はい、よし、じゃあここでね攻めに行きます。はい、オッケー。さあここはねしっかりね雪の下の武器使ってるんで、まあオーガのねこの60万ダメージもこんな風に、しっかりね受けていくことができます。はい、オッケー。さあ次がねちょっと若干怖い階層なんですけど、まあリダチェンね正直銀チオ以外だったらもうむしろもうありがたいぐらいなんですけど、銀チオに来るとねこれかなり、きついっすねこれ。ちょっと頼むで次。そうファスカ遅延だからねリダチェン積んでないんですよ。ちょ銀チオ以外にお願いします、頼むよって言ったら、おモーベルじゃん。もうこれはねまあ回復力若干落ちるけど、もうこれはね、あでもさ言ってもさマーベルもあれか倍率で言ったらどうなんだ、ファスカの方が倍率高いっけこれ、あれどうなんだっけちょっと分かんないや。まあただマーベルね4コンボ加算あるから、うん、
まあ、回復力がね若干下がること以外を、うわもうむしろマーベの方が強いからね、まあ、これは逆にありがたいんじゃないですか。いや正直ね、まあ、銀鳥でも多分ねギリこいつらのダメージはまあ受けられるとは思うんですけどね、普通に怖いんで、まあここは銀鳥にあれされなくてよかったっすね。さあここしっかり突破しまして、で次の回はじゃあまあここはマーベルからのトールでいいかな。さあマーベルからのトールでいこう。あれってかさ、これさ今さあの顔面来てたらさ死んでた臭くない、これウィル・オビスプ来てたらさこれワンチャン積んでない、これ。あそうか、ちょっとガウリーのスキルがさ一応ね縦一列変換あるから、あどっかで空打ちすべきだったねこいつのスキル。今あの火のさなんか顔面クリムガンみたいなやつ来てたら終わってたね、あれ。わあ今ちょっと怖かったな。まあまあ来なかったらもうそれでいいんだけどね別に。じゃあまあここはねこれで突破します。まあここまで順調だね。ちょっと最初の変身が若干めんどくさいぐらいで、まああとはそんなに大したことないっすね。さあここのねリットの変化はまあ76で来てるんで、まああんまし影響はないかな正直。ファスカ使ってで、マーベル使います。いや、やっぱさ、火力はさ、申し分ないね。もうだってデイトナが出ちゃうもん、これ。もう多分さ、誰をね、リーダーにしてもこれ変わんないよ。もうデイトナがカンストね、簡単にしちゃうから、もう余裕ですわ、これ。うん。この火力ですよ。もうファスカまで乾燥しちゃってるもんね。とてつもない。本当に。さあ、ここもデイトナ使って、突破します。ね、すごい順調だよね。もうなんかとてもさ、ね、1年半ぐらい前のね、リーダー使ってるようにはね、思えないでしょ、これ。この使い勝手の良さときたらもうとんでもないこれは、うん、さっきからとんでもないしか言ってないわ。ちょっとごめんね、もうあの結構2日ぶりの実況だからさ、もう語彙力多分失われてるかもしれないんですけど、ちょっとご了承ください。さあここもしっかりね、てかマーベルのスキルもやっぱ強いわこれね。やっぱ炎波と操作延長っていう組み合わせがやっぱこのダンジョンにね結構刺さるんですよね。あれ、あーやべえ、あ詰んだ、まずい、あやべえこれ詰んじゃったわ、これワンパンしないとこれ死んじゃうわこれ。あー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 、なんかここまでの快進撃なんだったんこれね。え、ちょっと今までのさ、無双してた時間返してよ、あれ。ねえ。これワンパンしないと罪なんだけど、まあ、倒せないよね。さあ、ここしっかり受けていきまして。いや、たださ、ちょっとこれさ、奇跡のフロアまでもう一回これ銀杖貯めないといけないって考えたらさ、相当まずくないこれ。いや全然これ普通に死ぬ可能性あるんだけど、いやもうこれ孫権引いた時点でちょっとかなり厳しい戦いになっちゃうね。うわーこれどうしよっか、こいつさ、こいつでできれば殴り合いとかしたいけどなんかできる気がしねえんだよな。
まあ、ここはねしっかりこうやって組んでいくことで、まあ、こいつのね半分はまあいくでしょうけど、いやーこれさー、こっからこいつでなんか耐久とかってさ難しいよな、さすがに。うん、削りやすくなっちゃってるもんね。絶対これ突破しちゃうよな。あれこれさ、孫権引いた時点でこれ負けじゃねこれ。いやだってさ、次のさ劉備と誰だっけ、あそうお前ね、こいつとの耐久なんてさ絶対無理じゃん、どう考えても。やべえこれ積んでるかもしれん俺。まあ、ここマーベル使うでしょ。でまあファスカも使って、いやーこれ普通に、あーこれダメだ、これ無理だ、溜まってないもん。うわこれ孫権まさかのあれか、孫権諦めないといけないやつ。ね、じゃあねまたパーティー変えまして、ちょっとねトールに、雪の下付け替えて、で現地用にエリカつけました。はい、そうちょっと激減枠をね増やしましたこれで。まあ孫権ね来なかったんで、今回そうガネーシャの方来たんで、ちょここね銀杖使います。いやこれね結構でかいわ。なんでトールのねアシストはちょっとボス戦でね使います。いややっぱね1ターンの激減とね3ターンの激減じゃやっぱりね安心感が違うからね。そう削り損ねみたいなのでさね、やらかすと怖いからね本当に。OK、 じゃあまあここはしっかりこれでね生きていきます。いやーやっぱ HP がね低いパーティー、こういうねやっぱ一手間が ねあるからね、まあそれがまたね楽しくもあるんだけど、このね不便さがなんかねやっぱ1年前のあの時思い出すわ。そうマローンがさ実装された時期ってちょうどさね、なんかオールマイトファスカとかが結構流行った時代でしょうね。こういう立ち回りしてたもんね実際に、めちゃくちゃ懐かしいわ。でここさ俺さ無効感でさこいつ倒せる気がしないんだけどね俺。なんかある程度削ってから行った方がいい気がするんだよなこいつ。そう無効感今回ねガウリーと、ファスカとトールですね。いや多分ねこれ無効感ね一発組んだぐらいじゃこいつ削れないと思うんだよな。ただ無効感じゃあ逆に組んだ時にどれぐらい削るかもわかんない。だからちょっと一旦まあ控えめコンボ、こんなもんでどうすか。まずちょっとどれぐらい削るかわからんからな、これこれでいかほど。あーちょうど半分ぐらいなんだ、へえ。なるほどね。じゃあデイトナ使って倒すか。ちなみにこれエンハバイザー、あ 1.5 倍か、マーベルと同じだね。なんかできれば敵を闇属性にしてからの方がいいんじゃないかとか思ったけど、まあさすがにさっき控えめコンボだったからまあいけるでしょう。光2セットは入れればまあさすがに倒せるんじゃないかな。はい、オッケー。さあ次まあ誰が出ても対応はできるけど、オルドラか、なるほど。いやただこいつね防御クソ高いからデイトナ以外まともになんかダメージが入らない気がするんだよね。いやこの人も難しいな、どれぐらいでやるか。ちょっとまずは軽くつついてみようか。軽くとは言いつつ光3コンボ、これいかがですか。あこれでさすがに発狂連入ることはないと思う。まあ光半減あるからね。いや落ちこいやばいけどさすがに多分だよね、そうだよね。あーでも待って、これまずくない？え？
いや待って、そこの回復消せないまずいんですけど。え、何してくれてんの君。お前何してんだおい。え、嘘でしょ。え、これやばくないこれ。いやもうこんなこれ使うしかないじゃん。うわっす。あーもう、あー俺アホだ俺。なんで今さ俺全力で殴ったんだろう。あー俺バカじゃん。今普通にさゴゲシとかでさ、いやもう、あーもう頭がおかしいな頭がおかしくなっちゃった。あー何やってんだ俺。いや違うわ。いや今の完全に俺のプレミだ。いやなんで俺あそこでさ普通に殴りにかかったんだ、バカじゃん。あーなんかしかも見残した。あーいいや、もう殺してくれ、うん、殺してくれもう。お前くんのマジか。まあ全然大丈夫だけどね君は。うわーなんか予想外のキャラ来ちゃった。まあお前は言ってもあれだよな、後半闇だからまあいけるでしょさすがに。ただそのルーレットはうざいねさすがに。うん、ちょっとボスのジルになんとかしてもらいたい。で、あとさ、ちょっとこのパーティーのさ、俺結構、まずい弱点というかあれ見つけてさ、このパーティー L 字がねえわ。うん、ちょっとボスのジルのさ、ロック目覚め普通に食らっちゃうっていうね。まずいね、普通に。ただちょっと L 字ね、つける枠とかもうなかったんで、ちょっとこれはしょうがないわ。うん。まあもうこんなコンボで多分いけんじゃないのシヘドラはさすがに。デイトナの火力でもうぶっ放してね。はい、オッケー。うわー、ちょっとこっから普通にしんどいぞ。さあ、銀杏があと2ターンなんで、まあ、2ターンここは耐久ですかね。うん、なんかすごいいい感じに削っちゃいそうで怖いけど、大丈夫かな。あとちょっとね、回復現象食らっちゃってるから、トール使うか。うん、トール使おう。ちょっと頼むね。この一撃でいきなりなんか根性入りましたみたいなやめてよ。根性じゃねえわ。50%。ちょっとそれだけは本当に、マジで、どうしようもないんで。あ、オッケー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 。さあ、ただね、このパーティーね、まあ、無効貫通がね、さっきも言ったように、ファスカとトールとガウリーなんだよね。あ、ロックしてくるか。まあ、まだここは攻めなくていいか、じゃあ。いやー、ちょっとロック対策甘いね、このパーティー。L 字誰かね、使えるキャラ持ってくればよかったかもしれん。さあちょっと、うーわーやべえ、暗闇食らってた、やべえ、ちゃんと見てなかった。あーなんか地味に削ってるね。なんかちょっと待ってね、なんかもしかしたらワンチャンここ入っちゃいそうだから、もうここで行っちゃうか、無効化やってみようか。まあいけるかどうかわからないけどね。あとこの盤面なんかいい、ちょっと暗闇多すぎてマジわけわかんないんだけど。ね、まあとりあえず盤面把握しよう。よし、じゃあちょっとパズル頑張ってみようかな。ここはあー繋がっちゃった、やーべえこれ。ちょっと待って、ちょな、なんとか削らない、なんかいい感じに。あ、オッケーオッケーオッケー、あーよかったー。いや、さすがに無茶しすぎたわ。ああ。まあまあ、いいや、いいや。オッケー、オッケー。ただ、そうなると、今度怖いのは、やっぱこいつの発狂だよね。発狂ラインに、なんかいい感じに入っちゃうと、かなりまずいです。
いや、こっからの削りがね難しいんですよね。うん、だからあれだな、そうだな、ターゲットをずらして、あのデイトラのウェイだけでまずは一旦削るみたいな、わざとターゲットずらしてデイトラのウェイだけでまずはジルに、うわ毒やば、いや盤面カオスなんだけど大丈夫これ。ただそこはこのパーティーの自慢のね回復力で、まあなんとかねご了していきましょう。オッケーオッケーオッケー、あいいね、なんかこの戦法いいね、ウェイだけでジルを殴っていく戦法、これ良くない、なかなか。うわー、そしてそのルーレットすごいありがてえ。オッケーオッケーオッケー。ああもう盤面ロック祭りだ、すごいこれ。まあもう一発ぐらい殴って良さそうじゃない、ここもう一発殴ろうぜ。これ回復力追いつくかな、1コンボで大丈夫かな俺。ああありがたい、ここで一旦倒す、こういった倒してよくない。うわシャドウファングとかやってくんのね、なるほど。いやなるほどじゃなくてこれ、あしかもなんか回復欠損してる、あやべえこれ。これまさかの、運ゲーが入ります、ここで。なんとこれ、ここで倒せないと死にます。もう回復も欠損したし、もう無効完封いらないし、これ倒さないと死にますねこれ。はい、これさ多分ねウェイ組むとデイトナがゴンゴいっちゃうんだよな。うんそうだね、じゃあ適当になんかゴゲシギにしとく、ゴゲシに。やーべえ、もうロック、もうここで負けたら L 字つけてくるわ。もうこれなんかこれでさいい感じにな、やってくれないですか、お願いします。うーん、よーし、オッケー、よし、じゃあもうこっからね、もうあとは殴り倒すだけなんで、もう普通に適当にやろう、ここから。あー、で、ちなみに、ちょっとアシスト変えて、トールにインドラ武器、で、銀杖にロノウェイの武器ですね。はい、ちゃんと L 字つけてきました。うん、で、あとね、ガウリーにお邪魔目覚めね。ちょっとさ、お邪魔とか毒ね、マーベルで変身できるか、まあいいかなとか思ってたけど、ちょっと普通にさ、ボス戦はちょっと話が別だわ。うん。普通に厄介だったんで、ちょっともう変えました。まあもうこっからはとにかくもう削っていくだけなんで。いや、てかさ、普通にしんどいわ、これ。なんか、あの後普通に負けまくったからさ、なんか案外そんなに苦戦することないかなと思ったけど、やっぱきついね。おー、なんか、そしてなんか無効火力結構入るな。なるほど。やっぱもう盤面がね綺麗な方がやっぱやりやすいわこれ普通に。じゃあちょっとここガウリーで一旦目覚めかけて、であとちょっとそうだな、ここ無効貫組むとワンチャン発狂ライン入って死ぬ可能性あるから、ちょっとここはまあ普通に適当なコンボでいいや。うん、もうこんなんでいいや、こんな適当なコンボでいい。うわっ、ぶねちょい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 、やべえ、もう適当とか言ったら普通に死にかけたんだよ、あっぶな。うわこれさ、デイトナ使ったらちょっと色多すぎないこれ。もう使わなくていいか、ファスカでいいや。もうあっぶね、何考えてんだよこいつ。いや俺、まあ俺のパズルが今おかしかったが、
いや、そうだよね。うん、このパーティーの HP が少ないことすっかり忘れてたわ。いやー、マジで焦るわ、本当に。まあ、多分これ倒せるでしょ、さすがに。はい、オッケー。ああ、よかった。という感じです。これが、ファスカです。うん。まあちょっとね、相方がね、デイトナだからね、さすがに、かなりね、やっぱ、強いリーダーですから。まあそれでもね、まあファスカがまだまだ十分に戦えるということが、まあ示せたんじゃないですか、これ。まあちょっとね、現状ね、ファスカね、うん、もう本当に、実装されてからもう1年半以上ね、もうこれ多分1回もさ強化されてないもんね、ファスカね。それで未だに普通に戦えるって考えたら、まあ相当すごいよな、これはな。でなおかつさ、なんか大魔女交換メダルが来るタイミングで、なんか大魔女何体か強化されるらしいからね、これでなんかファスカワンチャン強化来たらまたなんか使えそうな感じするからね、ちょっとまあちょっとね、その時をね楽しみに待ちたいと思います。ありがとうございました。